その最初のプロジェクト、ドラマタイアップの曲作りがいきなり壁にぶつかったのです。結局信長っていう曲をアレンジを変えたりメロディーを変えたり試行錯誤して何バージョンか作ったんだけど納得いかなくて、B はいいじゃん、で、まあ、今聞いたやつあるじゃん、で普通1番2番はまんまでもいいのかなと思ったの、ただなんか言ってることも分かるなと思って、何かそういう感じのものがなればいいのかなと思って、もドラムが普通にやってたとしても、どれがタトッツッタみたいな、そういう、あ、でもどの曲で、ともちゃん決めて、もうずっと悶々としてましたね。割と僕はあの自信もあったんだけど、スタッフの人と、まあ、僕らもこうもっとチームとしてガチッとなりたいと思っている時だったから、とにかく何でもいいから意見を言ってほしいっていう気持ちと同時に、いやそうやって人の意見聞いてていいのかって、俺は自分の感性を信じなくちゃいけないんじゃないだろうかってどっかでは思ったり。信長っていうやつってある？あれだね、足音になるちょっと前のやつってことだよね。そうですね。この日桜井さんが突然足音ができる過程で一度お蔵入りした曲、信長を聴いてみたいと言い出しました。肥大したモンスターの頭を自作の散弾銃で仕留める。衝撃的な歌い出し、突然変異のように生まれたこの歌がミスター・チルドレンをさらに一歩前に進ませることになります。はい、やらせてください。左下モンスターの頭を、最初のひらめきみたいなものが足音を作れたおかげでもう一回自分の中に戻ってきたですね。で多分その足音を作る過程で Mr.Children っていうまた新しいプロジェクトをみんなで進めようと思った時に、僕も含め周りの人も含めひるんでるとことかプレッシャーを感じてるところがあって、そんなものをなんかモンスターに例えて最後に吐き出せた、そんな曲だと思いますけど。もうなんか過去にそういうこちょ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 いじってたっていう印象は完全になくなってました。なんかもう新たな気持ちで迎えることはできましたね。お蔵入りにするなんてもってのほかだみたいな思いもあったから、歌詞ができた時にこれは足音ももちろん壮大な曲だけれどもそれ以上だろうなって、足音ができたことによってもう一回生まれることができた曲なわけなんですよね。こういうのはなんかでもあんまりなかったような気がしますね。でもすごい強いもの、強い意志っていうか、もうみんなすごくもう一回こうリセットすることができたんで、彼らはこの歌を新たなる旅立ちを意味するスターティングオーバーと名付けました。まさに新生ミスター・チルドレンを象徴するタイトル。そして4人はこの曲とこれから3ヶ月以上にわたって格闘することになるのです。声が気持ちいい感じ、声が気持ちいい感じ、あ、本当？